海がとっても綺麗で、海にも森にもたくさんの生き物が暮らしている。というわけで、夏休みの自由研究は沖縄の生き物を調べることに。まず、マングローブの森にやってきました。うわぁ、鳥だ。河口付近に生えている植物のことをまとめてマングローブって言うんだけど、ここにはたくさんの生き物が暮らしていて、大きな波や風から人の暮らしを守る防波堤の役目もあるんだって。マングローブってすごいな。あ、見てポンタ、これ指揮者の棒みたいじゃない？海は綺麗な沖縄、どうしてこんなにゴミがあるんだろう。しかもこれ外国の文字だ。すみません。はい。どうしてこんなにゴミがあるんですか？ここの海ではね、20年ぐらい前からすごいゴミが増えてしまってるんだよね。どうして外国の文字が書かれているんですか？リコちゃんはなんでだと思う？わかりません。実はね、遠い外国とか海で捨てられたゴミが海を流れて沖縄までやってくるんだよね。だから沖縄の環境も悪くなるし、時々ウミガメとか魚とかが食べてしまって死んでしまったりすることもあるんだよ。え、ウミガメが？そう。かわいそう。だからこうして海岸をきれいにしてるんだけども、すごいこれが大変なんだ。私手伝います。ありがとう。じゃあお願いしようかな。はい。暑いし重いし汚いし、もう嫌だ。でもね、リコちゃん、このゴミは外国のせいだけじゃないんだ。なんでかわかる？なんかこのゴミ見たことある。そう、実はみんなの生活に関係してるゴミも多いんだよ。海に遊びに来た人が捨てていくこともあるし、町で捨てられたゴミが海まで流れてくることもあるんだよ。そうなんだ。ゴミを捨てるのは簡単だけど、それを掃除するのはとても大変ってこと、よくわかりました。この他にも地元の人たちは海を守っていくためにサンゴの苗を植えたり、サンゴを食べちゃうオニヒトデが増えすぎないように駆除したりと、いろいろな活動をしているんだって。この綺麗な海が大好き。だからゴミを減らしポイ捨てはしない。繰り返し使ったりリサイクルもする。みんなで協力をして海を森を地球を綺麗にしていきたい。ところで、リコちゃん、海を守っていくためには他にも大切なことがあるんだ。ヒントは後ろにあるよ。え？森しかないけど。そう、それが正解。え？森が？どうして？そこで、その謎を解くために今度は森へ調査に行くことにしました。